はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。2013年、ウィニングポスト9 2021、10月を2週からですね、秋競馬の真ん中っていう感じです。凱旋門賞から始めます。オルフェーブル天野ニコニコ登場です。今回の配信ツイッチで、行ってます。チャット欄、書いてないや、チャット欄なるほど。ましょう。チャット欄にツイッチとか YouTube、 旧 TwitterX のチャンネル記載してますので、ぜひご覧ください。 X コピーし忘れたわ。じゃあ行きましょう。スプリンターズも、スプリンターズは結果か。ジェンティルオンナが出ますね。本当に最上位なのかな。じゃあ行きましょう。まずフォレッショーです。アマナイホン一番人気120、ソローが125か。一騎打ちムードですね。フェンシングが3番人気ということで、行きましょう。レースです。パリロンシャン競馬場 G1。フォレッショー、芝1400メートルです。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オカリナタップ、コースタートを切りました。ニンブルシャック、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくオカリナタップ行きました。続いて前へ行くのはニンブルシャック、さらにはメインアーバン、最強女王アマノアイホン、その後ろ先手を取ったのはオカリナタップ、これに続くのがソロー、ジーラタンブル、すぐ後ろその隣にインフィニティウィナー、オレステスラッキー、それに続きますフワイスブリーズ、その前に進出、その外にテイルズトゥパーチ、これに続いてウェルスオブベイ、白の帽子テンプルバッグ、その後ろ、さあ先頭は依然として9番オカリナタップ、2番手はアマノアイホン、これは絶好の手応え。アマノアイホン、さあアイホン先頭に立ちましたね。ここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。日本と世界、ダメだ、ぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭はソロー、残り 200m、 後続は遥か後方、後続を完全に引き離した。2番手はアマノアイホン、ソロー独走、ソローぶっちぎりです。2着はアマノアイホン、3位勝ったのはソロー、見事な勝利です。ダメでした。まあ金札取ってるんでいいでしょう。マルセル ブサック賞2歳戦ですね。アマノケアタンです。1番人気か。
タータン、これ初 G1 じゃなかったっけ。復旧持ってんだ。あ、 G2 は取ってるんだっけな。タペストリーが激戦となっております。武豊鞍上レースです、パリロンシャン競馬場 G1 マルセル・ブルサック賞芝 1600m、2歳限定マイルの G1 です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スワガラウンド、ダッシュがつきません。さあ先手を奪うのはどの馬か。ナッツブック、前に行きそうです。ビーチバンシー、それに続いています。さらにはミリーオレシアナ、10番マーリングレイドウェイズ、その後ろ先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先手を取ったのはミリーオレシアナ、11番アマノキャロータン、2番手を追走スナックソース、その位置に続いています。その後ろからはタバスココマンド、白の帽子ライクトラベル、その後ろ、その外にガイアフロリー、内からはシャイブライヤー、内からはエルミタージュプレセリ。さあ先頭はまだ6番ミリーオレシアナ、2番手はアマノキャロータン。絶好の手応えです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ミリーオレシアナ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。先頭伺う、ここアマノキャロータン先頭に踊り出たが、残りあと 400m、 長い直線、ここまだ距離長いんだ。直線が先頭リードは3馬身以上、その差が広がります。でももう残り 200m ですね。通過して後続を大きく引き離しました。これは勝ったな。2番手は強い天野キャワタン、圧勝です。段違いの強さです。2着はチャプティブターフ、3着にタペストリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野キャワタン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 馬、そうだ、母エアグルーヴなんですよね。驚いたね。父ビートフォローか。さあいよいよ本番の凱旋門賞、2頭出走、オルフェーブル1番人気、アマノニコニコ2番人気と2番人気までを占めてます。絆も出るんですね。3番人気アラバマスモーク、4番人気ノーブルミッション、これオルフェーブルが126、そんなに高くないね。アマノニコニコの方が高いのか。129、アラバマスモークは120、まあ激戦ではありますけどね。グリモンも怖いですよ普通に。あとノーブルミッションあたりかな。さあ戦法を変えられます。2頭とも後ろから行くのか、ニコニコは前に行きたいですね。では行きましょう。ホースマン大王が 夢見る凱旋門賞パリロンシャン競馬場 G1 芝 2400m で行われます。世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞、まもなく発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはリライアブルマン、ザフーガ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してザフーガ鼻に立ちます。その後ろからはリライアブルマン、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭からノーブルミッション、
先手を取りました。その隣にザ・フーガ、その横にノベリスト、アマノニコニコ、この馬もこのグループ、ね、リライアブルマン、すぐ後ろ、その後ろからはクリンカシャ、その外にアラバマサモーク、すぐ後ろにグリーンムーン、並んで G12 勝、アローナックル、マジシャン、それに続いています。かかて内からはピオレンテ、その外からキズナ、青の帽子、スノーフェアリー、その後ろシニカーダブルス、それに続きます。その外にスリルロッチ、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最高峰追走はオルフェーブル、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬ノーブルミッション、依然として先頭、並んで最強王者アマノニコニコ、すぐ隣にノベリスト、先頭に踊り出ようとして大きく離れてアラバマサモーク、この位置です。並んで3番リライアブルマン、これに続いてザ・フーガ、すぐ後ろにアローナックル、並んで12番キズナ、先頭は依然としてノーブルミッション、アマノニコニコ、ほとんど差がありません。3頭が先頭争い、オルフェーブルはまだ後ろ、相当先頭だ。先頭外から勢いよくノベリスト、ノベリストだ。アマノニコニコ2番手、手応えはどうか。外からザ・フーガ、ノベリスト、厳しい、ノベリストにやれそう。先頭はノベビスト、外から一気にグリーンムーン、ここでようやくオルフェーブル、ノベビスト、ノベビスト1着、2着は微妙です。勝ったのはノベビスト、見事な勝利です。ノベビスト強すぎるやろ。オルフェーブル5着が最高か。理由が判明しない。さあ次は、中央招待競争南部杯です。天野キャンキャン1番人気、セイクリミズンスーニが出てきます。この辺までかな、勝負になるのは。キャンキャンにはぜひ勝ってほしいですね。レース行きましょう。盛岡競馬場の中央招待競争 JPN1 南部杯ダート 1600m のマイル戦です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大成レジェンド好スタートを切りました。名村タイタン、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通りいきます。大成レジェンド、続いていくのが天野キャンキャン。大成レジェンド先手を取りました。少し間が空いて名村タイタン、緑の帽子ナイキマドリード、その後ろ、その横にフレアソフトリー、セイクリムズン、それに続いています。すぐ後ろにソフィアイブニング、その後ろからはナイスミーチュ、オリーブサマーヒル、すぐ後ろしんがりからスーニ、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度10番ソフィアイブニング、一気に先頭に立ちました。さあキャンキャン上がってきて、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。天野キャンキャン早くも先頭、天野キャンキャン後続を引き離します。あれなんだ、2番手はセイクリムズン、セイクリムズンか。3番手さあ天野キャンキャン、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野キャンキャン先頭、さあセイクリムズン一騎打ちになった。天野キャンキャン先頭、残り 100m、2番手はセイクリムズン、天野キャンキャン、この馬で勝ちました。キャンキャン強い強い、天野キャンキャン圧勝ゴール。2着はセイクリムズン、3着にツーニー、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野キャンキャン。よしよしよし、3周年ですかね、天野キャンキャンにとっては現役。なるべく勝ちに行きたい。南部杯を見事勝ちました、天野キャンキャン。次です。サウジアラビアロイヤルカップ飛ばします。イスラボニータ勝ったのか。グリーンチャンネルカップ、天野ドラッカー出走1番人気、これオープン特別だな。うん、本誌も含めて20丸圧倒的です。しっかり勝ってもらいましょう。ダイジェスト東京オープン特別グリーンチャンネルカップダート 1400m です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。アマノドラッチが先頭、2馬身から3馬身引き離す。ゴールデンカフェ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、アマノドラッチが先頭、あと200m、一気に後続がやってきた。粘ってる、いい粘り腰。アマノドラッカ、差を広げる。先頭はアマノドラッカ、1着でゴール、2着はオールデンカフェ、3着にスクワートベイビー。これは桁外れの強さだ、アマノドラッカ。勝つことが最大の強化ですからね、このウィポは。さあ次、前長官です。さあ、ジェンティル女1番人気、天の女子会4番人気、ホイールキャプチャー、ベルシーナも登場してきますね。本誌はホイールキャプチャーか、一騎打ちムードかな。さあ、女子会どうしよう。先手取ってもいいかな。では、ダイジェスト、東京 G2 毎日王冠。芝 1800m です。第4コーナーをカーブして、早くも直線コースに入りました。女子会先頭だが、女王同士の争いだ。天の女子会先頭、外から勢いよくビルシーナ。さあ、先頭に立ったのはビルシーナ。残り 200m を通過してジェンティルドンナ先頭だ。2番手はビルシーナ、ジェンティルドンナ。この馬で決まりか。ジェンティルドンナ1着、2着はビルシーナ、3着にホエールキャプチャー。これが G1 馬だ、ジェンティルドンナ。前行っちゃダメかな。京都大商店ですね。浜のイクメンが出てまいりますが、一番人気は当選上段、2番人気山のイクメン、3番人気片の山があるトゥーザグローリーもいいのか。当選上段の優位は揺らがないな。天皇賞春馬だもんね。天皇賞春は京都で行われてるから、相性もいいだろうしな。コースのトゥーザグローリーとかベルシャザールあたりをね。さあ、どうする。イクメンはこのままでいいや。アマガールも先手取っていきましょう。ダイジェスト、京都 G2 京都大商店、芝 2400m です。さあ、いよいよ直線の攻防。天のイクメン先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手は当選上段、後続は大きく届かない。天のイクメン勝ちましたね。強い天のイクメン圧勝、ゴールイン。2着はトゥーザグローリー、3着に当選上段。まずは前哨戦を制しました天のイクメン、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。まだ6着か。イクメン距離はどうなんだろう。2000m は大丈夫なのかな。メルボルンカップ、さあ、AC 光がデビューしますよ。 AC 光の血統はディープインパクト、母キャパリナ、ストームキャット、母の父ストームキャット。さあ、 G エベレスト、最高賞金額の G エベレストにブラックキャビアが出走です。これだけで、ああ、5、
芝で短距離では最強賞金か5億2000万稼げるのでぜひ勝ちたいところです。秋華賞が行われます。天野丸森とトレブが、丸森が優先賞金を取って、トレブはデルマオグス勝ってますね。7番、トレブの方が優勢かな。あと10品バステークスは3頭出しとなってます。ライバル関係築いたキャータン2戦3勝変貌です。少女から大人へと、いざ三冠、やっぱりトレブだよな。トレブ一強か。丸森はやっぱり不利が否めないっていう感じですね。G1 馬の絵描く。もうちょっと待ってね、この。まず、キャンキャンから先見ます。キャンキャンは計算上は地方の重賞だけ見ればいいんだよな。最初に取ったのが JBC レディース CL でした。だよね。1、2、ここね、2つしか取ってないし、実質1勝クラスだもんな。苦労しましたね、2003。なんか、ようやくここで JPN1 じゃない G1 取ってるんですね。要所4。4か。5。いやいや、ちょっとやばいな、5。6っていう感じか。6だから11勝。だよね、6は3勝でしかないから。3勝でしかないから、残り5つ勝たねばならない。いけたんじゃないの。リホルダーマイル、 BC ディスタフ、王様アゲイン、パーソナルエンスだから、エンスン、チャンピオンズステークスだから、あ、これ行きましたね。多分行けたはず。もちろんもう一層なんか出ますけど、多分いけたと思います。頑張ってくれましたね、キャンキャン。これは天のグーがいるからな。じゃあ、つぼみが出る。17,200か。スタートは全くダメなんで、あとは東京大商店あたりで引退とかでいいと思います。海外はまあ出ないでおこうかな。お、ニコニコは竹豊被っちゃってますね。まあ、ここはもう、集中して、こっちは竹豊じゃない方でいい。まず iPhone？ iPhone はもう余裕だから、2200は長すぎる。マイル戦ですよね。むしろマイル CS じゃないでしょうか。普通に取りたいなら。こことかでも全然いいよね。まあ、ダートってダメだよな、このまま。まあ、ロードからのは潰しに行きたい。でも AKB いるからな、あんまり出したくない。むしろ、まあ普通に
ここでいいんじゃないの。厳しいと思うけどな、まあ、武豊で頑張ってもらいましょう。オルフェーブルは有馬記念か、最後のレースかな。まあでも JC とか出たいよね普通に。まあ、香港という点はあります。メンバー次第だろうな。今のところ JC でしたいと思いますが、ちょっとわからんな。で、ニコニコが8着はちょっときつい。2000も全然いけるやん。19勝してるんだ。さすがにニコニコも香港までかな。あれニコニコってあれ以前じゃないの？メルボルン当選冗談か。行きましょう。普通にメルボルンだよな。あれでも他に多分出れる馬いたような気がする。距離適正ってどっか言ってないのかな。あ、レーティングとか見れるんだけど、距離適正が見れるわけじゃないのか。トップはジェンティルノンナだけど距離持たない。まあ、あとゴルシーだけど今のとこギリギリだしな。オルフェーブルちょっと厳しい。あと、軽音あたりかな。オスプレート。カテウレスに出たいしね。ブルーレイ。あ、タニタあたりかなと思うし。でもまあ、3歳なんで来年以降だろうし。まだまだ。まあ、そのまま出してもいいんじゃないかな。ニコニコか。次です。キャンキャン。うん。ドラッカーも出ますかね。距離は大丈夫なんだけどな。いや、なんだなんでもまだまだ厳しいだろう。マイルの。芝ダメだよな。インサイトがいるが、武蔵野ですね。ここに出ましょう。さあ、G1 のか、あ、G3 の壁を乗り越えられるかです。で、ジェンティル女は、まあ、いいでしょう。まあ、海外出てもいいけどね。近いんだ。ああ、宝塚記念馬なんだな、この。リーマンには出さんけど。ここは持たんし。1006の2006だからな。ああ、ここも、あ、そばにいるねが出んのか。だから、お呼びでないって感じがしてしまいます。まあ、普通に空き店でいいのか。じゃあ、空き店のメンツはベンティル女、トゥルース、海猿あたりか。トゥルースも海猿もしんどいだろうな、本音は。距離は大丈夫だけど。海猿はやめとこう。ここに出すのは自殺行為でしかない。
ザル、トゥルースと、むしろ海外の G3 の方がいいのかもな。メッション機は2億あるんだ。こういうレース、ここがいいんだけど、さすがに筋量恐ろしく背負わされんな。歩きょうは大丈夫だ。もうちょっと短い方がいいけどね。あと福島あたりか。歩きょう行きましょう。そして、さらって起点に挑ませるは海猿はまだ3歳馬4歳馬か。海猿健康も良くないよね。 G3 は取ってんだよな。そして2000は大丈夫なんだけど、いまいち体調が良くない。柔軟性も悪いな。成長しないんだよな。ルナーコマンド使っちゃわないとダメですね。あ、やめとこう。まあ疲れるけど、で、さらにむしろ勝つレースに出すっていう方が大事だよな。あげぽよいいのか。こっちも本賞金1億は持ってるから楽じゃないんだよな。じゃあ普通にここか。やっぱさすがに金を背負わされそうですが、まあ、58キロだったら大丈夫でしょう。女子会か、女子会ちょっと女子、どうかな。G1 は勝ってんだけど、G2 になると厳しくなってるし、前行っちゃダメなのかな。そんなことはないよな。別に先行してでも大丈夫。そんなの、本当は福島記念に行きたいよね。スタートはダメなんで、アンドロメダとかは一頭いるのか、もうすでに。ちょっと距離が短いな。ああ、これ、調教方針は任せてください言われてるから、育てられないしな。研究したいな。さあ、イクメンは？イクメンいいじゃないですか。ただ、東京になると直線長くなるしな。まあ、目黒記念勝ってるから、いいんだけど。まあ、イクメンはジャパンカップのままでいいかな。ヤマガールは6着。結果は出さないといけないよね。5勝。G2 すらも負けてるもんな、今、ヤマガール。どうなんだろう。スピード D なんだ。
まあ2400とかがいいんだけど、距離がな、長いよな。あーでも無理だな、休ませた方がいい。ここに出すぐらいだったらもうちょっと距離のあるレースとかだ、チャレンジカップ出してもいいな。来年に期待です。山があるわ。でつぼみが王様ゲン勝ってる、力つけてますね。まあでもまだまだちょっと今のままでは厳しいんで、しっかり結果を出していきたいところです。勝てるレースを取りに行きたいよな。でブルーレイがチャンピオンステークス、あーリーチなんだブルーレイで、いいんだよな。ブルーレイはあ、ジャパンダートダービー取ってるから、これではまだ無理だ、全日本2歳優秀も取ってるから、もう一勝、地方の JPL1 以外を取らないとダメなんだ、ブルーレイは。頑張ってきたけどな、ブルーレイも。まあ、しっかり、2連勝すればいけます、ブルーレイは。次、コックスプレート。気温はいいんだけど、このままじゃやばいな。まあでもしゃあないか、一周放牧で。ツイッターが、うん、2勝か、マイルチャンピオンシップっていうのはまあ順当なとこじゃないでしょうか。ただね、ツイッターは無理だな、もう寿命がつきそう。まあ、頑早めで6歳ってきついよな。スパニーでにはもう確定してる。出ないとしゃあないよね。2歳では覚醒なんで、まだまだチャンスあります。スピードがな、まあ、勝っていくっていうことが大事だと思います。なんだこれ、この疲れ方やばすぎやろ。ん？スピード重視じゃなくてもいい、難しいな。行きますか。ブリーダーズフューチュリティ、型の維新一番人気、2歳戦ですね。100、まあレースは見ます。レース行きましょう。キーンランド競馬場 G1 ブリーダーズフューチュリティ2歳限定ダート 1700m です。明るい未来は型の維新あるのか。
こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはトーキングマデリア、ニューイヤーズデイ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくニューイヤーズデイ行きました。続いて前へ行くのはトーキングマデリア、さらにはウィルコアヘッド、7番ボブズスクイーク、その後ろ先手を取ったのはトーキングマデリア、これに続くのがスペアイレブン、これに続いてキャメルスポーティング、間が空いてディスタントサンダース、並んで栗色の馬体ディヴァインカーリナ、キャニオンバータックス、そのうちに続いています。肩の維新後ろからになりました。内からはチャペルルーレット、その隣にキープコンポージャー、ギフトストライプ、それに続きます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ね、先頭は依然としてトーキングマデリア、2番手はニューイヤーズデイ、スペアイレブン、3番手肩の維新、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。トーキングマデリア上がってきた。最終コーナーを通して直線コースに入りました。勝てんじゃないな。内から上は来てるが、この角度見にくいな。残り 200m を通過して肩の維新、このまま振り切れるか。2番手はニューイヤーズデイ、肩の維新先頭だ。やりました。2着はニューイヤーズデイ、3着にキープコンポージャー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。肩の石、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ジワマとなりました。肩の石、よかった。さあ、ジーベレストブラックキャビア出走、1番人気バッファリング、ゴードンロードバイロンだが、ブラックキャビアなんと135です。ライバル馬たくさん揃えて、ライバル争い勝とうという狙いです。サマニーキはミスディレクションか。レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 ジエベレスト芝 1200m 電撃戦です。ここオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場で行われるのは芝の世界最高賞金額を誇るビッグレース。さあ、スプリンターの頂点の座をかけてジ・エベレスト、まもなく発走です。スタートしました。オマリット・イタジャラ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオマリット・イタジャラ行きました。続いて前へ行くのはバッファリング、さらにはロケットマン、漆黒の馬体エクセル・イザベル、その後ろバッファリング、先手を取りました。好位置をキープしています。ブラックキャビア、スニッツァランド、すぐ後ろ並んで3番イングズ・ゲート・ネイティブ、ゴードン・ロード・バイロン、この馬もこのグループ。内からはトラストカルボナリ、黄色の帽子、テラビスタ、その後ろ、その外からソサエティロック、最後方にウィズディレクション、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。耐えられるか。もう並ばれたぞ。ブラックキャビア内側をこらえてる。厳しい。刺された。3番手に下がった。負けてしまった。1着、2着はゴードンロードバイロン、3着にブラックキャビア、勝ったのはウィズディレクション、見事な勝利です。
さあ、遠心光のデビューとなります。勝月さん、オリックス、その若月じゃない。 1.3 倍ダントツですね。まあ6頭立てっていうのもあるけどな。2番人気ノベル役を引き離しております。さあ、行きましょう。ダイジェスト。東京競馬場2歳新馬戦、芝 2000m、 遠心光にメイクデビューです。第4コーナーをもう持ったままやな。コースに入りました。さあ、これ勝ち方がポイントですね。大きく離れました。アリゲッター、まだ持ったまんま。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 後続はまだ後ろ。遠心光先頭です。このまま押し切るか。2番手はアリゲッター。遠心光ぶっちぎり。遠心光ぶっちぎりです。2着はアリゲッター、3着にノベブラーク。これは桁外れの強さだ。遠心光うまいね。いいんじゃないでしょうか。府中牝馬ステークスです。アマノフィッツ1番人気、あ、3番人気は女子見てますね。フィッツ、アリエッティ、元王の順です。フィッツが1番人気だが、アリエッティですね、本種本命は。さあ、先方どうするか。一番内を元王に前行ってもらいましょう。あと売り売りぐらいか。ダイジェスト。東京 G2 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス、芝 1800m です。さあ、直線に入りました。これからの勝負。ドナウブルー先頭、外からアマノアリエッティ、アマノアリエッティ先頭、内からぐんぐんとアマノレンホー先頭。あと 200m どうなる。先頭はアマノレンホー、レンホーがまだ先頭だ。内からアマノアリエッティ差し切った。アリエッティだ。先頭はアマノアリエッティ一着でゴール。2着にはどうやらアマノフィッツ。これが G1 馬だ。アマノアリエッティ300勝。さあ、次です。オクトーバーステークスに肩のガンバローです。1番にガンバローは3歳馬これですからね。もうグリグリですから。ダイジェスト。東京オープン特別オクトーバーステークス、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。東海ポラミア先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。東海ポラミア先頭、外から勢いよく肩の頑張ろう先頭。残り 200m 踊り出ました。2番手はマイネルメダリスト。どこまで引き離すか。後続は大きく離れました。肩の頑張ろう勝ちましたね。今ゴール。段違いの強さです。2着はマイネルメダリスト。これは桁外れの強さだ。肩の頑張ろう。おお、厩舎300勝目。グッとくるスピードいいんじゃないでしょうか。
さあ、秋華賞です。お、ではどの一番人気、さあ牝馬三冠なるか。あ、クラブワーカー凱旋パースポッテ、さあ1番人気トレブ、2番人気天の丸森となっています。お、本正面丸森の方ですね。札幌記念ローズステークスと段階を経て上がってます。その辺はもう勝負付け済んだでしょうね。さあ、まあこのままでいきましょう。レースです。さあ秋華賞秋の、G1 です。牝馬三冠最後のレース、3歳牝馬限定芝 2000m 京都競馬場。さあトレブ牝馬三冠なりますでしょうか。京都競馬場3歳牝馬による最後の大レース秋華賞、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。今年は牝馬三冠馬の誕生に注目が集まります。トレブ快挙達成となるでしょうか。さあ最後は大外枠の凱旋パワースポ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。横一線のスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。エイシンカーソル前に行きそうです。トレブそれに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。天の丸森先手を取りました。好位置をキープしています。トレブこの辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。さあ丸森はコーナー枠にして先頭か。いやトレブが少し離れてエイシンカーソル続いています。アヤメフロードそのうちに続いています。そうかスマートレイヤーその前に進出、レンジの帽子、プリンセスジャック、その後ろ、ウィンドモナシア、この馬もこのグループ、すぐ後ろに凱旋パワスポ、さらにはストライプケミー、すぐ後ろにリラコサージュ、並んで5番ラストグループ、すぐ隣に名勝マンボ、その横にジョリエットタイーブン、1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はクラウンロゼ、まだ粘っています。2番手はエイシンカーソル、天の丸森、3番手トレブ、そうだな、まだ動きません。トレブ動き出した。追い上げていきます。さあ先頭フラウンド先頭に躍り出る勢いだ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはトレブ、残り200メートル、後続を大きく引き離しました。丸森ゆかを引き離す。とてつもない強さ、完璧です。やりました。強さを見せました。2着は天の丸森、3着に西野アライブ、トレブ、ついに牝馬三冠達成です。競馬史に残る名品の誕生です。トレブがやってくれました。牝馬三冠、ウィーニングランです。初フィニッシュ。まあ強いよねトレブ。おお。強いね。さあこれもすごいレース出るな。これ今週この週までかな、同点決めもやらないといけないし、10月を募集は。さ
維新でしたね、ライバル関係は。さあ、菊花賞の展望となります。誰もが未知の舞台、カムイ・シネさん、何やか第3の男、ロゴタイプ、モノタイター出ますが、小玉衣装出ますが、ピュアネイヤとロゴタイプの前にちょっと厳しいか。フューチュリティエール、なんだこのフューチュリティエールって。今回ちょっと縮んで、フューチュリティエールっていうのは、あ、精神力も上げるんだ。精神力は大事です。さあ、どれがいいのかな。点上げいきましょう。大激戦ですね。周囲互角か、ブルーレイは。あと2つとも勝たないとダメなんだよな。アンミチュエ、ピカショ、エピファネイア、ロゴタイプ、天のハヤブサが富士ステーク、アラフォーもか、ハヤブサ、アラフォーが富士ステークス出走となります。最終もすごい出走量だよな。さあ、まあここは、戦後の2300か。あ、芝田と両方対応、両対応なんだな。まあでもここは普通に、この馬って押す馬なんだよな。やってみるか。困った。クリテリウムは、他に出る回ったら、もう、直に挑みましょう。朝日杯ですね、はい。で、ブラックキャビアが、マイルは長い。なので、ここじゃない、出すレースは。普通にここでいいんじゃないの。ポケットマムもいます。ここは出ずにこのまま挑みます。で、エシヒカリ、ハボタン賞と言ってますが、もう挑んでもいいよな。
じゃあ、キャータンが出んだよな。キャータン早熟だから、まだ早いかもな。まあ、最終的に、この馬が狙うのはこれです。ホープルです。ただ、その前に、重賞でもいいから結果出しときたいよね。もちろん、オープン特別でも構わないが、秋が2歳戦とかか。一旦、うん。やっぱり重賞取らせたいよな。なので、ここです。で、出走できればまあいいかな。変身光。で、アリエッティが、中品馬取った。2400は長いので出ない。普通にエリジョかなぁ。もしくは？ここかなぁ。で、こうですよね。疲れはそんなに溜まってないから一瞬放牧すればいい。そしてフィッツ、まあ、2着、エリジョはちょっと距離が違う。厳しいなこれは。2着ばっかりやん。客室、まあ客室だろうな。2000、まあ、マイガールいんのか。スタートはダメだから。このレースだと世話されますからね。難しいな。福島は海猿がいる。以上は微妙に距離が長い。ダート戦でしかない。で、蓮舫、3着。ちょっとむしろマイル戦の方がいいかな。とはいえマイルチャンピオンではしんどい。精神力もそうそう上げていかないとな。1003の2100か。まあスワンという手もあるが、まあここでも全然いいですけど、芝のみか。されんだよな。うん。あ、不利なんだ。でも海外取らせたいんだよな、できれば。IT クラブは強いよな。だから、このまでは厳しい。あと、この辺か。あ、なるほど。ヨーロッパ向きだったんだ、この馬。え、レッホってまだ地は取ってないよね。まあ正直厳しいよな。アメリカも全然ダメだし。
まあ普通に考えたらやっぱりマイルチャンピオンシップなんだよな。頑張ろうが6等馬勝ったけど点引きはないよな。なんぼなんでもまず重賞勝たないとダメだよね。2ともいけんのか。ん？裏輪がある。まあでもシミル王とか強そうだし、ちょっと厳しいな。今武蔵野とかの方がいいよね。まあ武蔵野かな？普通に。まあここでどこまでやれるか見たいよな。サトレブって何勝したんだ？ 8 勝か。これ金札確定ですね。あとは海外行って頑張ってもらいましょう。今限定に限らずちょっと出したいですよね。なんか潰しにかかるレースがある。普通に考えたらエリジオだよな。まあエリジオって何が出るんだ。まあ普通に考えたらこれでいいと思います。エリジオ出て普通にあの西放牧でいいや。まだなんとか持つでしょう、エリジョまでだったら。で、丸森が惜しかったよな。2000全然いいんだけど、もう一周待ちたい。せめて今の体調で言えば。マーレクとか絶対無理だしな。でもエリジョ行くしかないな、このまま。まだ地は取ってないんだよな、マルモに。いや、やっぱりやめた。あの、やられるの嫌。ちょっと待とう。あ、当てる必要はないや。アメリカンオークスでいいや。まあハリウッドダービーとかでもいいが、まあ一応登録はしとこう。iPhone が、でしょうね、エピファネイアだろうな。捕獲。カーディアン国際ステークスです。ゴールドシップ一番人気。129。レース行きましょう。ウッドパイン競馬場 G1。
カナディアンインターナショナルステークス芝 2400m クラシックディスタンスです。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。花を切ったのはプレザントアクト、続いてボタムストターク、この馬も前へ、さらにはボブズフェーム、4番シグマクレイジア、その後ろプレザントアクト先手を取りました。そして大きく離れてマーケティングミックス、この位置です。その外にジョージニアス、オレンジの帽子スピンクオーラル、その後ろソルトイラストリアス、そのうちに続いています。並んで9番キツヤーノレナウンス、アルクヘッジズ、この馬もこのグループ、その隣にアルセアプーガー、内からはアトールマタド、その後ろからはニトロナレーター、一番後ろにゴールドシップ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番プレザントアクト、依然として先頭、すぐ後ろにボタムストターク、間が空いてシグマクレイジア、その外からスピンクオーラル、並んで5番マーケティングミックス、並んでますね、その外にアルセアプーガー、内からはボブズフェーム、その外にジョーズジーニアス、並んで14番パルクヘッジズ、その横にキツヤーノレナウンス、すぐ隣にソルトイラストリアス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ3番プレザントアクト、まだ粘っています。ボタムストタークほとんど差がありません。どこだ、上がってきた。3番手ゴールドシップ、この位置から届くのか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。さあ先頭に立ったのはゴールドシップ。残り 200m、 ゴールドシップ余力は十分か。強いわ。さらに引き離していきます。2番手はソルトイラストリアス、大まくり決まりました。1着ゴールドシップ完勝、2着はソルトイラストリアス、3着にシグマクレイジア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ゴールドシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ついに6つ目、あと2つ。さあ次のレースはイギリススプリントステークス、アマノヘビロテです。1番人気、枠2、どうかな、厳しいかも。レースです。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンズスプリントステークス芝 1200m のスプリント戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスペクタキュラーフール、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスペクタキュラーフール、花に立ちます。その後ろからはカスタネットアロマ、この馬も上がっていく構えです。それでは先頭から、先手を取ったのはゴルドカンブレッタ、その外にカスタネットアロマ、パインカリフォルニア、そのうちに続いています。黄色の帽子ディレクターラジオ、その後ろ、これに続くのがスペクタキュラーフール、
内からはカダンスユース、内からはティスナタシュカ、好位置をキープしています。天のヘビロテ、アフタヌーンジャーナ、それに続きます。残りあと400メートル、長い直線、外だ。ここからどうか。ゴルドカンブレッタ先頭、外からスペクタキュラーフール、先頭、残り200メートル、スペクタキュラーフール、ハスが厳しいか。2番手はファインカリフォルニア、スペクタキュラーフール、スペクタキュラーフール、1着、2着にはどうやらファインカリフォルニア、3着にティスマタシカ、勝ったのはスペクタキュラーフール、見事な勝利です。山のヘビロテ4着に敗れました。さあ、チャンピオンステークス天のブルーレイ1番人気、ブルーレイは117で、アラママスポークが118%、プリンスビショップ119、プラントゥール118と、100じゃないですね、勝つには。イカヤンもいるからな。あ、前行く馬が有利っていうのもあるしな、プラントゥールが。レースです。アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンステークス芝2000メートルです。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。ブリスクロケット前に行きそうです。グレイマントカインド、それに続いていますデザインズオンローム、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から、先手を取ったのはアフリカンストーリー、黄色の帽子ブリスクロケット、その後ろプラントゥール、その前に進出、その外にアラバマスモーク、これに続いてルーラーオブザワールド、その隣にグレイマントカインド、これに続くのがブリジットハーザー、その外からプロメテウスピコ、天のブルーレイ、後ろからルカヤフ、そのうちに続いています。並んで G12勝、プリンスビショップ、その外にサッチリーグ、内からはデザインズオンローム、その外にギャレイバース。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで14番、オイルシュペール、さあ先頭はまだ15番、アフリカンストーリー、2番手はプラントゥール、アラバマサモーク、3番手 G17 勝アマノブルーレイ、まだ後ろ安城のゴーサインが、ここから上がってくれるか。ここで先頭変わりました。ちょっと差詰まってないな。2馬身から3馬身引き離す、ルカヤ手応えは悪くありません。厳しいですね。前を捉えられるか。あと200メートル、アラバマスモーク意地を見せる。一気にルカヤ、アラバマスモーク、レバル、2頭がほぼ同時に突っ込んできました。アラバマスモーク、ルカヤ、アラバマスモーク、1着2着以下は混戦です。勝ったのはアラバマスモーク、見事な勝利です。ブルーレン6着、やっぱこのババが合わないって言われたら出ない方がいいのかな。さあ、レーシングポストトロフィーです。ミッキーアイル1番人気です。111だから決して安心はできないんだな。レース行きましょう。ドンカスター競馬場 G1 レーシングポストトロフィー芝 1600m マイル戦です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。好スタートを決めたのはブレアリングアクタアガールズキャプレット。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアガールズキャプレット花に立ちます。その後ろからはブレアリングアクタ、この馬も上がっていく構えです。さらにはポストポンド14番タッチオブコレア、その後ろアガールズキャプレット先手を取りました。シンキングサイクルすぐ後ろ好位置をキープしています。ミッキーアイル、サンディーナンバー、それに続きますアウティングダブル、それに続いています。その外にチャームスピリット、ファシネイティングロック、そのうちに続いています。内からはグリーリーガントレット。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。サイダーシューテング上がっていきました。さあ先頭はまだ無敗のアガールズキャプレット、ポストポンドほとんど差がありません。いるな。さあミッキーアイル、あでもミッキーアイルがいい後続も追い上げていきます。スパートだ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、日曜王者の争いだ。押し切れるか。残り 200m、 さあ先頭は今度はミッキーアイル、残り 100m。 来ましたね。強いミッキーアイル、この馬で決まりか。やりました。ミッキーアイル強い強い。ミッキーアイル圧勝ゴールイン。2着はタームスピリット、3着にプリンスジブラルタル。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミッキーアイル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。2歳レーシングポストトロフィー、ミッキーアイルが制しました。では2連勝。さあコンデショーです。アマノテルマエロです。9番人気か、まあ、90だからな。レーティングさすがに厳しいですよね。先方変えられますが、このままでいきましょう。ダイジェスト、パリロンシャン競馬場 G3 2歳限定コンデショー芝 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ハートネル先頭、リードは3馬身以上、この差が広がります。内で食い下がるゲイドチョップ、外の方回ってるな。残り 200m を通過してハートネル、後続を大きく引き離しました。無理だった。後ろはどうだ。2番手は SD グローブ、先頭はハートネル、1着でゴールイン。2着にはどうやらロンドンシズリング、3着に SD グローブ、勝ったのはハートネル、見事な勝利です。9着か、人気通りだな。あーダメですね。さあ富士ステークスです。1番人気天野アラフォー、2番人気天野ハヤブサとなっております。本市本命は天野アラフォーです。1番人気が当選レーブあたり、どちらにしてもダイジェストですよね。ハヤブサ引き刺しがいいとはか、あでも逃げ馬3頭いるか、刺してみよう。ダイジェスト、東京 G2 フィリステークス芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野ハヤブサ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。天野アラフォー手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m、 天野ハヤブサ粘る、一気に天野アラフォー、一騎打ちだ。ハヤブサが押し切りましたね。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。ハヤブサですよね、これ。内容はいいんだけどな。さあなでしこ賞型のアベンジャー荻野さん、型のアベンジャーは1番人気、2歳の牝馬限定か。お、チャクータ3区のオリーブビジョンが対抗視されてますね。
ダイジェストいきましょう。京都一生クラスなでしこ賞だと 1400m 2歳の限定のレースです。4コーナーをカーブして、うん、さあこれからです。シゲルカが先頭、残り 200m、 ここで先頭変わって片野アベンジャー、2番手はデボル対馬、片野アベンジャー差を広げる、片野アベンジャー1着、2着はデボル対馬、これは桁外れの強さだ、片野アベンジャー。まあとはいえ G1 とかなると厳しいよね。まだ重賞取りに行きましょう。そうですね、もっと長い目で見たい。 TV 検証アマノアンドロイド出走1番人気。アンドロイドは除外を食らっていましたからね。さあダイジェストです。東京2勝クラス TV 継承芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アンドロイド上がってきた先頭、さあ天野アンドロイド一気に来た。さあ先頭に立ったのは天野アンドロイド、突き放しにかかります。残り 200m、 後続はまだ後ろ、天野アンドロイド先頭です。このまま押し切るか。打ち切りました。2番手はフレンチサンプス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、アマノアンドロイド。ブラジルカップアマノチデジカ1番にグリグリです。クラブは凱旋告白もいますね。サチエカ勝つことができるかダイジェスト。東京オープン特別ブラジルカップダート 2100m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ジャズシャレー先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。ジャズシャレー先頭、内からジャズシャレー、ここで先頭に立った。凱旋告白残り 200m を通過して、先頭に踊り出たが、凱旋告白2番手は天の地レジカ、凱旋告白1着、2着は微妙です。勝ってしまった。見事に勝ちました。凱旋告白そうなんだ。さあ菊花賞となります。さあ、菊花賞です。ピファネイヤクラブはピファネイヤが1番人気、2番人気、3番人気は醤油馬で天野タリタ、天野小玉で賞を続いてます。ラストインパクトが4番人気、本紙本命は天野タリタですね。まあ、オープン特別勝ったばかりだから、どうかな。まあ、エピファネイアが強いのかな。こだまでしょは黒三角がやっとか。さあ、先方、2頭変えられます。
あ、これ小玉でしょう。前に行ってもらいましょう。ではレースです。ボバ3冠最後のレース、菊花賞、東京競馬、京都競馬場芝 3000m で行われます。さあ、エピファネイアがダービーついてこのまま勝ってしまうのか、所有馬がストップするのか、注目のレースです。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ、最後は大外枠のアマモベストプレイ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ロゴタイプ、これはいいスタートを切りました。ロゴタイプがいいスタートか。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロゴタイプ花に立ちます。その後ろからはバンデー、この馬も上がっていく構えです。さらにはエピファネイア、12番ラブリーデイ、その後ろ先手を取ったのはバンデー、そして大きく離れてラストインパクト、この位置です。これに続いて天の子玉でしょう。その後ろからはシャトノノブレス、天のタウニタ、すぐ後ろこれに続くのがコディーノ、アマモベストプレイ、それに続きます。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。凱旋リア充、その前に進出、並んで9番ラウンドワールド、その外にテイエムイナズマ、大きく離れましたオートリシェイディオリーブリドン、それに続いていますダービーフィズ、それに続いています、そして大きく離れてレッドレイブン、この位置です。最後方にエリモシャーガー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭に戻りましょう。前走であっと言わせたバンデ、依然として先頭、逃げる逃げる、これは差が開きました。ね、そして大きく離れてラブリーデイ、この位置です。天のタウニタ、前走に続いてタがもう3番手に上がってきた。一番人気のエピファネイア、現在先団です。すぐ後ろにラストインパクト、さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。積極的ですね。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ、先頭はまだ3番バンデ、リードは6馬身ぐらいあります。バンデ一人旅、大きく離されて2番手はテイエムイナズマ、凱旋リア充、3番手エピファネイア、まだ来ない、後続も追い上げていきます。さあ、先頭はバンデ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。勝負どころだ。バンデ先頭、前に迫る。さあ、先頭に踊り出たが、最後の追い比べ、先頭は天野タニタ、あと 200m 天野タニタ、頑張れタニタ、見せる。2番手はエピファネイア、この手応えはどうか。天野タニタ、粘る天野タニタ、やりました天野タニタ。2着はエピファネイア、3着にラストインパクト、安城お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは天野タニタ。アマノタニタやりました。ウィーニングランです。エピファネイアを破りましたね。パマネ賞も4着。ザレベルアップ。太陽出走だな。まあ、BC クラシ BC のレースは5レース、 JBC が2レース、天皇賞秋とカシオピアか。さあ、三強の争いだ。伊坂さんじゃないですか。
いたな、オリーブリード。菊花賞に出たものの、残念な結果でしたね。早熟馬っていうのも大きいかな。やっぱ距離が長いよな、3000は。1200は1900なのになんで3000走ってるんだ。出てる女当然でしょうね。さあ、宝塚記念を取ってますね、今年は。去年の牝馬、二冠馬となってます。ローテ決めか。キャタウマークリテリウムドサンクル。マルセル・ブラザプサック賞で初めて G1 取りました。2000も全然大丈夫だな。むしろ向いてる馬である。で、ミッキーアユが3杯、フューチュリティステークス。マイラーからややスプリント寄りって感じだよな。すでに海外 G1 2連勝しております。もう G1 を取りました。次はクリテリウド国際、さらに朝日杯フューチュリティに一応挑むかな。あ、無理だ。クリテリウドはマイルだ、大丈夫。アベンジャーが2勝目あげました。精神力 S か。遠心光。トースポハイ2歳ステークス。まあ、精神力とパワーですね。海外 G1 取るには。遠心光。重賞初制覇を目指して、さらに、ホープルステークスへ歩みを進めようとしています。取れるか。どうしよう。取れるって、G1 取ってんだよな。だからこれでいい。丸森がハリウッドダービー。周放牧。で、これがカシオペアですね、今週。このリッキーが出ます。BC クラシックですね。楽しみです。そういうことか。
で、このまで賞がマイルチャンピオンシップ。今ちょっと短い気もするけどな。あ、いや、ちょっと待った。菊花賞出たばっかりなのに、なんでマイル挑まなきゃいけないんだ。むしろやっぱり距離が合わないよな。レース出て。G3 とかあればいいんだけどな。まあ、これは、中山金杯かな。次です。頑張ろうか。2連勝しました。いよいよ重賞制覇に挑みます。チネジカがどうかな？チネジカ無理だろう、これは。もうジャパンカップは無茶だな。ダートはそんなに合わないのか。まあ、一旦出走する。専用も2006、まあ、ここでもいいけど、出せるレースがそんなないんだよな。ここぐらいしかないや。アンドロイド、これで3勝目になりましたね。ん、芝の後も両どっちもまあ変わらない。いや、芝の方が良かった気もする。2月4週以降だな。なんで？あ、まだ3勝レース、3勝馬なんだ、これ。ここ行きましょう。ウェルカムステークス。そしてジェンティル女、今週ですね、天皇賞秋、楽しみです。次 AKB は8勝だな。金札確定してますんで楽に運べるのは嬉しいところ。いや、アリエッティがメートリアークステークス、さあまだ3勝。で、司会が、うん。ドラッカーですね。楽しみかな？
まあ、ダートなんで、これはいいんじゃないでしょうか。チャンピオンズステークスだけどどうかな。登録はしたけど、まだ早い。ここいず、ここは違う。東海長いよな。で、イクメンです。京都大商店を勝ってるので全然挑戦していいですね。東京競馬場も合うような気がする。ね、はやぶさ、はやぶさも悪くはないけどな、距離も全然合うしな。ただ1億か、悪くはないけど厳しいんじゃないかな。しばしかダメ。出ましょうか。ミザルはご覧の通り。で、ケオンがコックスプレー。ちょっと調子が落ち出してるぞ。持ってほしい。ピッツが中日新聞杯。はい。当然一周方法か。メホが、無理だろうな。いいんだけど、距離合うのはマイルなんだよな。四方木で、オルフェーブルは JC、 まあ JC でしょうね。それがいいと思う。で、インサイトが1200円。スタートバカ、うん、いや、ちょっと待ってよ。都ステークスで一周放牧が良さそうだ。次カレンちゃんですね。スパニルや急勝ルースが、うん、でグーが今週出ます。さあ、ビッグレースを取ってほしい。ブルーレイがまだ7勝で。ああ、チャンピオンステークスダメだったんだな。ミスタが今週。専門賞残馬に終わりました。メルボルンで巻き返し。
キャンキャンですね。これは放牧します。南部杯取ってます。多分金札いったんじゃないかな。エネループが。っていう感じか。パノリッキーですね。距離ギリギリ、上限ギリギリだけどな。あ、全部勝ってんだ。負けてるレースがないんだな。勝ってほしいな、コパノリッキー。最高峰のレースだからな、ダートで言えば。ゴロシップ大まくりでしたね。強かったな。ね、エダテル700勝。メロとか、天皇賞秋は。ジェンティフォーナ、小三角でしかないの。嘘だろ？ビッグブルーキトゥンが来日してるんだ。キャメロットとか。あ、これ世界最強レース。決定レースなんだ。まあ、ホームでの強さってありますよね。はい、ということで、今回3周しか進められませんでしたが、G1 がすごい、 G1 とか大きなレースが詰まってますね。海外遠征とか、ね、10月を5周もブリーダーズカップ、秋の天皇賞、 JBC など豪華なレースが続きます。さあ、それ終わって11月、結果を出していきたいところです。見ていただいてありがとうございました。今回はここまでとなります。ウィニングポスト9、ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブを YouTube のチャンネルにアップロード予定です。2日後、8月5日21時プレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネル、プレミアライブ2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。